everyone. Thank you so much for watching. では、New Horizons 3年生。Today, we're going to study Unit 3, Read and Think 1, page 42-41. さあ、それでは今回はこの写真を見るとね、あ、これはね、トキだっていうふうにね、思った人いると思いますけれども、トキのお話になっています。はい。Okay, now close your textbook and、listen carefully. Try to copy what you listen. Okay. Here we go. Could we see many Toki in Japan before? Could we see many Toki in Japan before? Endangered animals in the world. Let us give you one example from the red list.It is the crested ibis, or toki in Japanese. Up until the Meiji era, we could see many ibises around this country. However, the population of ibises in Japan rapidly decreased. People hunted them for their beautiful feathers.And development destroyed their environment. It was difficult for them to survive. In 1981, five ibises were captured on Sado Island for breeding. People tried to help them live safely, but they died one by one. The last one died in 2003.However, we still had some Chinese-born ibises on the island. They were a gift from the Chinese government in the 1990s. Since then, people have been breeding these ibises. We have lost all of the original Japanese ibises, but someday ibises may fly over Japan.Like before. Okay, so now open your textbook and to see the key sentence 10 first. はい、それではキーセンテンス10の方に行きたいと思いますね。Let us give you one example っていうこの文章がここに書かれていますけれども、これが上の文章ですね。じゃあこれはみんないつもね、動詞はどれなんだろうと思ったと思うんですけど、ね、この意味としてはあなたにあげるっていう意味なんですよね。これあなたに one example をあげるっていうあの文章にもなりうるんです。Give you one example、ね。これみんな命令文って習ってるんですけど、要するに動詞の前に主語がないっていうのは、ね、もうみんなの習っている中では今命令文になります。なのでこれはあのもう動詞の思いが強すぎて前に出ちゃったパターンですね。Oh, give you one example っていうような感じで、ね、例を挙げるよっていうふうに言ってる文章がここにあるんですけど、じゃあこれは何なのかっていうと、私たちにさせてっていう意味がここにプラスされている感じになります。じゃあこの文章の動詞っていうのは何なのかというと、実はこれです。これがみんなの分かる日本語で書くと動詞なんですね。つまりこれは動詞からスタートしてるってことは、実は命令文なんですよ。命令文で、命令文なんだけど、let us ってことで、私にさせてっていう命令文なんです。なんかみんな何かね、なんかお友達が困ってる時に、ああ、私にさせてって言いたくなる時ってないですか？そうじゃなくって、ああ、私助けてあげるよ、give your hand っていうふうに、あの、言うことが、もちろんできますけれども、ああ、ちょっと私に助けさせてみたいに言いたい時のこの私にさせてっていう気持ちが、この give you one example のさらに前に出ちゃったパターンがこれです。ね。これが let us give you one example っていうのの正体になりますね。
そうすると、これはさっき私が言ったように、Let me give you an example っていう、私がちょっとね、先生みたいに、多分英語の先生言ってると思うんですけど、じゃあ、Let's see, let me give you an example. じゃあ、ちょっと例を挙げましょうっていう感じで言うときも、私にこれをさせてっていうふうに、こう、付け加えることで、ね、その聞いている人が、うんうんってこう、あ、もちろんですよっていう感じになる。と思うんですね。Let me give your hand っていう時も、give your hand っていうふうにダイレクトにですね、あなたに手を差し出しますよみたいな感じで言うよりは、oh, let me give your hand っていうふうに言った方が、なんとなくこう受け取る側、oh, thank you っていう感じになりやすい。その感じが、この let us とか let me do this, let me do this for you。 誰かがね、ちょっと重い荷物を持ってる人がこういた時にですよね、その人のところに行って、ね、こう、私に助けさせてっていう時に、oh, let me help you っていうふうに言う方が、なんかこう、助けてもらう人も、ああ、oh, thank you っていう感じになりますよね。助けさせてくださいっていう感じのイメージが、この let me とか let us っていう感じのイメージです。で、この、文章の一番最初にこれが出ているんですけれどもね、let us give you one example っていうので、スピーチの一番最初に、今日は私たちがこの例をまず挙げさせていただきますみたいな感じで丁寧にこう言ってる、そのイメージもこの Let us give you one example っていう文章に入ってると思いますね。キーセンテンス1ですね。さあ、キーセンテンス2が People helped Toki live safely、というのがありますね。これも、一応ここに書きます。 People、まずこれが主語ですね。people。そして people は何をしたいのかっていうのがこれですね。help としたい。助けたいということを言っていますね。で、誰を助けたいのか。これも I help you のこの文章と一緒なので people help to 誰ですかっていうと、これは Toki ですよね。Toki という鳥を助けたいんだっていうふうになっているんですけれども、この help っていう動詞はね、この助けたい人をどういうふうにしたいのかっていうことを言うときには、実はこの今までみんなが習っている to というのはつけないで、ここに live safely っていうふうにそのままの形を取る動詞、これが help to です。はい、それではこの people helped Toki live safely っていうののこの helped っていう動詞についての説明なんですけど、この help っていうのはみんなが使えます。 I help you、 私はあなたを助けるっていうような時に使えるんですけど、この助けるっていうのは誰かを助けるっていうことは、その人がね、こういうふうにできるように助けるっていうふうに使われる動詞ですよね。だからこの help に関してはここに to っていうのがつかないっていう、イレギュラーな、ね、全部の動詞がそういうふうにはならないんですよ。この help っていうのは助けるっていう意味なので、そもそもがこの時が safely 安全に暮らすことを助けるっていう感じ、意味的には。なのでここにはこのto っていうのをここに入れないんです。というのは、この toki とこの to live safely っていう風にしちゃうと、この toki と live safely っていうのが to によってちょこっとだけこう距離ができちゃう感じになるからなんですよね。でも実際には、この人々が助けたい、助けたですね。help to なので助けた。toki を助けた。toki が、toki自身が安全に暮らすっていうことなので、この文章の時には Toki lives safely っていう文章が成り立つといえば成り立つんですよね。 Toki が安全に暮らす、そのことを人々が助けたということ、だからここに Help という動詞が特別なゆえに To が入らないっていうふうに考えてほしい。それがこの2番目のキーセンテンスの People helped Toki live safely という文章になっています。大丈夫かな。これは後でプラクティスでまた練習したいと思いますので、では本文の方を見ていきましょう。3年
先生長いので結構大変なんですが、まず最終点にパラグラフをつけますね。 1,2,3,4 インデントのところにパラグラフが4つあることになります。さあ、まず最初の文章、 Let us give you one example from the red list っていうことですね。どこどこから例えを持ってくるっていうことなので、 One example from the red list ですね。この the red list っていうのは、この前でやっていたその絶滅危惧種のリストっていうことです。そして、Let us っていうのは今やりましたよね。本当はなくても成り立つんだけれども、私にさせてというこの気持ちがまた前に、そのさらに前についているパターンで、Let っていうのが実は動詞なので、これも一応命令文の一つではありますね。私にさせる、させてという動詞です。これはね。はい。そして、It is a crested ibis or toki in Japanese。はい。それは crested ibis という種類のね、あのもののことを言ってる。で、これは日本名だとトキっていう、あの鳥としてみんなが認識しているものですっていうことですね。この The Crested Ibis っていうのはそのトキという種類のことをこう言ってる時にこの The っていうものをつけてそのパッとライトが当たってこの種ですっていう感じで The Crested Ibis っていう言い方をしています。そして次、Up until the Meiji era ですね。明治時代までというところでこの era っていうのが出ていますけども、明治 era っていうのでみんなすぐわかると思うんですね。で、こういうふうにあの言語というんですかね、日本の言語を言うときには the をつけて言いますね。 the Meiji era までということですね。で、この up until っていうのは時を表しているものですけど、この本来の語順と違ってこの when をむぎゅって前に出しているので、やっぱり当然ここでもカンマがついているのがわかりますね。 We could see many ibises。 はい、ここが複数形なので丸をつけてください。いいですか。 Around this country ということですね。はい、なのでここがもう最初の Could we see many toki in Japan before というクエスチョンに対する答えはここですよね。 We could ですね。 Yes, we couldWe could see many ibises around this country というふうにありますので、その明治時代までは私たちはね、多くのそのトキを見ることができたんですね、その日本全国で。はい。そして2番のパラグラフ、 However、 さあ、この However っていうのはまさにだがしかしっていうののパターンなんですけど、みんなが今までやっていただがしかしっていうのはカンマ、バットっていうんですよね。ここまで文章が来てカンマだがしかしっていう場合、この2番のように一番最初にですね、バッっていうのを持ってくることはちょっとできないですね、ルールとして。で、こういう時に一番最初にだがしかしながらっていうのを持ってきたい時はこの however っていうのを使ってください。はい。そして however the population of ibis is、 はい、ここが複数形ですね。In Japan, rapidly decreased。 はい、これも decreased っていうのは過去形なので ED に二重線ですね。 However, しかしながら The population of ibises in Japan、 ここまでですね。日本におけるね、どこの日本におけるその The population of ibises っていうのがこの時のね、時の数になりますね。 population っていうのはRapidly decreased。 これはいろんなところで使われますけど、ものすごい急速に decreased した、ね、減速した、数が減った、減少したということですね。 People hunted、 はい、ここも過去形ですね。 Them っていうのは ibises ですね。 For their beautiful feathers、 ここも複数形の丸ですね。はい、なんでね、ハンティでしたかっていうと、その時の美しい羽ですよね。 and カンマ and、 そして文章が続きます。 Development destroyed their environment。 この Development っていうのはもうこのままポンと来ていますね。 Development っていうのはいわゆる開発です。
で、この場合のこのディベロップメントっていうのを何もつけずにディベロップメントっていうふうにバンってしてるってことは、もうこのイメージできる開発っていうのがもうブワーってたくさんありすぎる感じですね。だからその開発って言ってるのではなくて、もうその人類のね、まあ人類のこの場合は日本国内なので、日本国内のそのいろんな発展というものがね、ボワーっとしたその発展が、destroyed した。 destroyed わかりますか？崩壊とかね、その壊すとかそういう意味ですよね。 destroyed、 この辺全部ニューワールドの中に入っていますね。はい、 destroyed も過去形ですね。はい、壊してしまった、破壊をしてしまった。何をかっていうと their environment、 その時の生きていくその生態系というか、あの生育地ですよね。 environment、 はい、その環境っていう感じですね。そして次、 it was difficult for them to survive。 はい、 it was がまた過去形ですね。これはもう今じゃないことを言ってます。だから難しかったんです、誰にとって、その時にとって、時が to survive することがということですね。はい、そして次のパラグラフが number 3、 in 1981年において5 ibises were captured on Sado Island for breeding ですね。5 ibises、 5羽の時がね、 were captured された、捕まえられた、どこで、 on Sado Island、 何のために、 for breeding ですね。はい、ブリーディングってみんなわかりますね。その時がね、あのどんどん絶滅でどんどん少なくなっていってしまうので、あの繁殖ですよね、ブリーディング。まあいろいろなこういうその絶滅しそうな、ね、動物とかを、あの人間がこう繁殖させる活動を、あのところどころでやっているんですけれども、まあ、時もそうやって頑張ったっていうことですよね。Ibises were captured。 ここ大丈夫ですかね。ここ were と captured っていうふうに両方に二重線が引かれるパターンになるんですけれども、これはいわゆる受け身形、捉えられたっていうのの過去形になっているパターンですね。私はこの机を作ったっていうふうに言いますね。 I made this table っていうふうにしましょう。ね、これみんなわかるよね。私はこの机を作った。わかりますよね。で、受け身形っていうのは、先生が多分説明は絶対してると思うんですけど、このテーブルがこっちの主語になった場合の話ですね。This table っていうのを主語にした場合。日本語でも言えると思うんですけど、私はこのテーブルを作ったっていうのを日本語でじゃあ逆にした場合には、このテーブルは誰によって、私によって作られたっていうこの文章もできます。何が問題かっていうと、 This table っていうのの後にですよ、皆さんもし This table made、 これ逆転したとすると、 This table made me って言ったらどうなりますか。この文章絶対おかしいでしょ。だってテーブルが私を作ったことになってしまうんですよ。テーブルっていうものが突然やってきて、うえーって言って私を作るってことは絶対ないですよね。だからこの文章をそのままひっくり返したらとんでもないことになっちゃうっていうのがこれでわかると思うんですね。だってこれがこっち行っただけで、この愛っていうのがこっち行っただけでしょ、この文章ね。じゃあ何が必要かっていうと、このテーブルは作られたっていうことが必要になるわけです。作ったんじゃなくて、このテーブルが作ったんじゃなくて作られた、これをこの英語にしようとすると、ここに be 動詞のこの場合は作られたってことは過去なので、was を入れて was made っていうふうにすることによって、まずこのテーブルが作られたっていうことまで行きました。ここまででね、はい、作られたこの me っていうのはどういうことかっていうと、この人がこねこねしてこのテーブルを作ったっていうことですよね。
で、このコネコネする人、動きのあるその人によってっていう英語を表すときに絶対必要なのが by です。ね、by。by っていうのはそのもの自体が動いてっていうことがルールとしてあるので、例えば by train とか by bus とかっていう言い方で I go to school by bus って言った場合には、バスというものがブーンって動くことによってあなたが学校に行くっていうその行動を助けてくれてるっていうことでも使えるんですけど、この場合は by me というふうにすることによって私という人がその動くことによってテーブルが作られたっていう文章になっているっていうことだね。だからこの受け身の文章をね、ただ順序を変えるだけだと大変なことになっちゃうから、ここに B 動詞を入れて、違うんだよ、テーブルが私を作った、そんなわけはない、テーブルは私によって作られたっていう文章ができる、これが受け身形です。で、ここに出ているのが5 Ibis is were captured ってことは、時は捕まえられた側なので、この場合も5 Ibis is だから、ここが were になってますよね。みんなね、 were captured で捕まえられたっていうことを表現しています。大丈夫かな。時が捕まえちゃったら大変でしょ。時が誰を捕まえるのっていう話になるので。そして次ですね、 People tried to help them live safely。 これがさっきのキーセンテンスでやりましたけれども、今度は People tried to help、 ここまでが人々がしようとしたことなんですね。 Try to help なので、助けようとした、誰を、 them、 時をですよね。ただこの後この help っていう動詞は特別なんです。助ける、何を助ける、その時を助けるんだけれども、時に何かをしてもらおうとしているわけじゃなくて、時自身が live safely できるように助けるっていうことですよね。だからこの them と live safely っていうののこの them っていうのが、例えば they だったとしても they live safely って言えるわけですよ。時が安全に生きるっていう、そのことを助けるっていうことで、何か時にこうしてもらうとか、何かそういうことではないためにヘルプ、誰か、そして動詞ってきた時にはこの動詞の前に to 不定詞っていうのがつかない、このキーセンテンスでさっきありましたね。これは特殊な動詞だからです、ヘルプっていうのは。ただヘルプはそうだっていうふうに覚えるっていうよりは、このヘルプのような動詞を使うと、このリーブっていうのはトゥっていうのを入れないことでね、そこに距離ができないようにして、文章を作るっていう、そういうルールがあります。そしてカンはバッドなので、だがしかしですよね。 They died one by one、 まあ悲しいことに They died、 はい、これもまた過去形なので died で、日本線ですね。1話1話亡くなったというか、まあ死んでしまったっていうことですね。5話が全部死んでしまったということですね。次の文章で The last one、 最後の1話が died、 ここも過去形。そして in 2003年に、ね、最後の1話が死んでしまったっていうことですね。これも2003年っていうこの年号が入っているので、もう過去の一点というふうに数えられて died で過去形で大丈夫なんですね。さあパラグラフ4、 however、 また however 来ましたね。第2パラグラフでも however あったんですけど、第4でもまた however、 しかしながらっていうのを頭に持ってきたいときには but っていうのは使えないので、使おうと思えば使えるんですけど、こういうね公式の記事をね書いたりするときにはやっぱりちょっとねフォーマルな方を使いたいので however を使った方がいいと思います。そしてしかしながらというものがついているのでカンマですよね。主語が来ますよということでカンマを打って次が主語です。 We still had some Chinese born ibises on the island っていうことですね。この still had 過去形なので、まだまだ過去のことを言ってるんですね。私たちは持っていたんだと、何を持っていたかっていうと Chinese born ibises、 Chinese born っていうのは中国生まれっていう感じです。中国生まれの時が何羽かその島にいたっていうことですよね。
そして They were a gift from the Chinese government in the 1990s っていうことです。そこにいたその時っていうのは、まあ、何話かいたんですけれども、それは中国政府から来たギフトね、ギフトだったんだっていうことですよね。これは a gift っていうふうに言ってるのは、その中国政府からの贈り物ということなので、そのあ、ギフトっていうこの手にポンとライトが当たるような感じで、あ、ギフトっていうふうになっています。で、この後の in the 1990s っていうのは、これ1990年代っていう時を表す時にこういう書き方をしますね。今までやってきたように in 2003っていうふうにしちゃうと、これ2003年にっていう感じになるんですけど、 in the 1990s っていうふうになると、これは1990年代のどこかっていう感じのちょっと幅ができるんですよね、時を表しているところに。そしてこの後 since then、 この since っていうのはもう、現在完了形、みんなやってる何々以来っていう感じなんですよね。 since の後に来るのは時を表す何かね、その、まあ、月曜日だったり昨日だったり何でもいいんですけど、この場合は since then なので、その時以来っていうことですね。この since が来るってことは、その後にもうみんなわかると思うけど、現在完了形が来ていますね。 people have been breeding these ibises。はい、よく見るとこれは現在完了進行形っていうことは、終わってないっていうあの感覚なので、ね、今もずっとその時以来、日本では人々がずっとこの時を、ね、これらの時をブリーディングしている、繁殖をずっと助けているんだっていうことが今もずっと続いている。だから現在完了進行形を使っています。We have lost all of the original Japanese ibises. 私たちは、ね、have lost なので、もうこれが終わった方ですね。もう lost しちゃったんだ、ね。何をしたかというと、all of the original Japanese ibises なので、すべてのに日本産の ibises、時をもう失ってしまった。もうこれは終わってますね。But、だがしかし、someday、Ibises may fly over Japan like before. でもいつかっていうことですね。Ibises、その時が may fly over Japan like before、うん。Over Japan なので、その日本の上を fly over するっていうのは、もうこう、わーっとこういう感じで時が飛んでいく。で、そういう時が昔みたいに来るかもしれないという感じですね。 May fly、 この May っていうのは前やったんですけど、だいたい 50% ぐらいっていう感じなので、もう今この段階では絶対っていう感じで Will fly っていう言い方はちょっとまだ、ね、できないぐらいの可能性なんだけれども、でもその希望を持って May fly っていうふうにして、あの文章をくくっています。さあ、そして次ですね、この文章全部終えましたので New words なんですけど、これはもう本当に全部この文章の中で今説明をしてきたので、あ、ね、先生が言ってたのこれだな、 born っていうのはここだなっていうので、ペンで必ずどこにこの新しい単語があったかということをチェックをしてくださいね。この単語だけで横に日本語を変えて覚えたっていう気にならないように、そういうやり方をしてしまうと、せっかくこの articles で英語のその持っているニュアンスとかイメージとかそういうものを一生懸命捉えているのに、もうこの new words のところで全部日本語の漢字しか頭に残らない人になってしまうので、この environment っていうのも環境っていうふうに訳すよりも、この場合は destroyed their environment っていうのは、まあその環境なんだけれども、その鳥たちが住んでいる生育地みたいな感じのイメージで、このエンバイロメントっていうのは多分ここでは使われていると思いますね。なので、そのどういうふうにしてその単語が使われているかっていうのは、文章の中で見ないと実際にはわからないことがたくさんありますので、これを必ずやってください。さあ、じゃあ最後プラクティスですね。
People help the Toki live safely. これをじゃあプラクティスやっていきますが、 Number one, Meg, Kaito, write an English article. これを、助けるっていう動詞を使ってやると、まず主語は Meg ちゃんになりますよね。 Meg helped Kaito. Meg は Kaito を助けた。で、この help っていうのは特別な動詞なので、 Kaito が何かが、カイトが何かできるように助けたっていうことですよね。そうすると、カイトが、カイト writes an English article っていう文章が成り立つわけですね。カイトが英語の article を書く。そのことをメグが助けたっていうことだから、これは Meg helped Kaito write an English article というふうに動詞の原型がきます。だから、カイトと write の間に to っていうのが入らないパターンですね。Number two, Kaito, 次が、Meg, read Japanese books ですね。はい、今度は Kaito が Meg ちゃんを助けた。Kaito helped Meg ですね。何を Meg ちゃんができるようにしたかっていうと、Meg can read Japanese books。Meg ちゃんがその日本の本を読めるように助けたっていうことなので、これは Kaito helped Meg read Japanese books。というふうになりますね。これも S を忘れないようにしてくださいね。Number three, their speech. それから、the students. これも S がついてますね。Learn about endangered animals となっていますね。そうすると、their speech. 彼らのスピーチが何を助けたのか。生徒たちを助けた。Helped the students ですね。そしてこのスチューデンツたちがどうすることができるように助けたのかっていうと、 The students learn about endangered animals. できるように助けたっていうことなので、このまま文章をくっつけると Their speech helped the students learn about endangered animals っていうふうになっています。なので英語のその文法のルールっていうのは、その動詞っていうのも結構重点が置かれます。その動詞がどんな働きを、どんな意味を持っているかっていうので、そこに生まれる文法のルールっていうのがまたあるっていうことも奥深いなっていうふうに思っています。さあ、それでは Get the Gist ですね。 Round 1 Get the Gist の方に入っていこうと思いますが、時間の表現に着目して、ここはみんなもう大丈夫だと思いますね。はい、Round 2読んでいきましょう。 The crested iris is on the red list。 はい、これはピンポーンなので True or False ですね。 T になりますね、これはね。 Number 2、The number of irises in Japan decreased very slowly. Slowly でしたか? No, no, no. It's false ですね。Rapidly っていうのがありましたので、number 2は間違っています。Number 3. People captured the five irises to breed them. はい、ここはどうでしたか? ここは本文の中に何てあったかっていうと、Five irises were captured on Sado Island for breeding というふうにありましたね。そのアイリスが主語になった場合は捕らえられたになるんですけれども、そのアイリスを捕らえたっていうふうに文章をしたいんであれば、これは people が主語になるので、これは true ですね。丸になりますね。次、Japan gave some Japanese born irises to China as a gift。そうでしたか。違いますよね。中国政府が日本政府に、日本にそのギフトをくれたっていうことで間違いないと思いますので、これは、false ですね。Japan gave ではなくて、China gave some Chinese born ibises to Japan っていうことですね。as a gift。これで合っていますね。なのでこの文章は間違いです。Number 5. We still have some of the original Japanese irises now. 今いるのは original Japanese irises ではないですよね。これはもう中国のそのギフトで贈られた時の、生き残っていた時をブリーディングしていることによっているアイリスで、
ここにある We have lost all of the original Japanese ibises 全部失ってしまったんだって言ってるので、これは false になります。さあ、そしてラウンド3なんですけれども、The population of ibises in Japan decreased したっていうことですね。 Because people them and something their environment っていうことで、この答えなんですけれども、これは人々が何をしたんでしょうかね、この時に。時を、そう、その美しい羽が欲しくて時狩りをしたっていうことですよね。それで時が減ってしまった。なので people hunted ですね。 hunted them、 そうです。そしてその後ですね、何をしたかというと、彼らのその生育している環境を destroyed した、壊してしまった、破壊してしまったということですね。そして since the 1990s 1990年代以来、People have been 何々 the Chinese born ibises。 これは現在進行、現在完了進行形で言っている文章で、 have been breeding というふうにして、ずっと今まで、今もまだずっとこれからも多分 Chinese born ibises というその中国生まれの時を繁殖し続けていくでしょうということですよね。していっている、うん、っていうことですね。はい、じゃあ2番ですね、本文を読んで感じたこと、驚いたことっていうのを、ちょっと一つ例に挙げたいと思います。 I'm surprised to know that、 これはもうやってますね。 I'm surprised to know that 何を、 We have lost all of the original Japanese ibises、ね、全部日本産の時じゃないんだ今いるのはっていうので驚いたっていうのが一つの例ですね。もう一つの例は I want people to know that Toki is on the red list. I want people to know that Toki is on the red list ですね。人々に知ってもらいたい。こういう時には人々が知るということを助けるわけではないので、人々にそのことをしてもらいたいわけなので、to 不定詞の名詞的用法がここに入っているんですね。そうすると、知るということをしてもらいたいというふうになります。なので、to know that っていうふうになりますね。で、that 以下は、そのままもう一つの文章を作ることができますので、これは Toki is on the red list っていうのがもう一つの文章として、このもう一つの英文の基本パターンっていうのがざっと以下に入っているっていう答えになります。はい、 That's all for today. Thank you so much. Bye bye.